滑らんな。ちょっと滑らないんで、このワックスでどんぐらい滑るか。どんぐらい滑るか。一回じゃあこんぐらいにしとこう。そうっすね。OK。OK。あれ、さっきよりグリップしてる。マジっすか。うん、汚い。あ、結構白いのついてます。じゃあここ押してください。どうしよう。この辺この辺ペッパン。え、なんかめっちゃ水走ってますね。ペッパン。めっちゃ滑る。めっちゃめちゃ滑る。遠くないっすか。あ、でも勢いついてるからいいのか、うん、そんぐらいで。オッケ結構むずい。めっちゃ怖い。Sorry。Sorry。めっちゃ怖い。意外とこっち。OK。食らった。大丈夫ですか。OK。 めっちゃむずい。No problem。 It's so hard。 Yeah。 I expected。 ここで今から忍者ライダー2の一つの山場、壁すり抜けの撮影をします。そこに今からこの段ボールですり抜ける壁を作りたいと思います。
い。これでくり抜くんか。結構高い。こいつを今から自転車のバニーホップの形に切り抜きます。いけ、これいけるいや、腰当たるっしょ。腰と頭が、腰とバーが当たるっしょ。バー当たる。もう一回Yeah.
った。フレックスドリーム調布店に来てます。今日は忍者ライダーの撮影最終日です。ショーのセットを持ってきて、今からあのショーのセットを上に運んで何をするか、まあ、この配置見たらほぼ分かるような多分2人でその店舗の屋根から車に飛ぶ、そこからさらにボート降りてこの動画撮ってるタネちゃんをやっつける。めっちゃ衝撃きた。首もげるかと思った。山場越えた。